皆さんこんにちは、バジ文化応援アイドル桜花の奇跡のもちももみです。桜花の奇跡のメンバーが週替わりでバンバ塾を担当させていただいております。先日バンエーグランプリ当日ですね、帯広競馬場さんへお邪魔しました。はい、私は初めて生で見るバンエー競馬だったのですが、とにかく迫力がすごくて圧倒されましたし、レースで一緒にコースの横を歩いて観戦した時、映像で見るよりもはるかに速くてびっくりしたのと、会場の一体感を感じてすごくいいなーってほっこりした気持ちになりました。バンバさんも近くで見るとよりお目目がですねキュルキュルしていて可愛くて、さらに好きになりました。2日間番組やイベントで共演させていただいた方々も本当に温かい方々ばかりで、大変お世話になり学ばせていただきました。本当にありがとうございました。皆さんもぜひバンエー競馬見に行ってみてください。さて本日は8月20日土曜日、帯広11レースアルタイル特別を予想していきたいと思います。10頭立てで行われるアルタイル特別、私の注目馬1頭目はこちら、2枠2番上海乙女です。前走葉月特別では4着でしたが、最後もしっかり伸びていたり見せ場は十分でした。そして2走前獅子座特別では、葉月特別では負けてしまっていた姫宮や俺の大将にも先着しており、実力はとってもある馬です。今レースでの巻き返しを期待しています。そして注目馬2頭目はこちら、7枠7番ロングビューテイです。前走デネブ特別では惜しくも2着という結果。ロングビューテイは戦績の安定感が素晴らしいのと、レース後半の伸びが素晴らしく粘り強さがある馬だと思っています。今レースでも元気よく無事に走り切れますように祈っています。買い目は3連複軸1頭流しで、7枠7番ロングビューテイが軸、相手が2枠2番上海乙女、気になっている4枠4番のジェイマリア、5枠5番カネサスペシャル、7枠8番俺の大将の流しと、2枠2番上海乙女の副賞にしたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。以上、今週の桜花の奇跡のバンバ塾でした。